皆さんこんにちは、走行中にヘルメットの中に虫が入ってきてちょっとビビって今ヘルメットを脱いでみたグッドライダー溝抜いてございます。最悪や。いや、びっくりした。なんかね、結構大きめの虫がシールドをもちろん閉めてたんですけど、顎のとこからね、なんか入ってきてびっくりしました。クソでかかったんで、うわーと思ったんですけど、今外してみたらね、うまいことね、虫も脱出してたようで、はい。ということで、ね、今初海岸の方に向かってるんですが、もうね、こんな感じで見ての通り、もう高齢者ドライバーだらけでやばいっすね。はい、まあそんな感じでちょっとね、初海岸に向かいたいと思いますというか、もう向かってるというか、もうすぐ着きます。いやー気持ちいい。いやー2号ある気持ちいいね。はい、ということで今日はね日曜日ですのでね、こういう感じでもう一般の方がね非常に多いです。おそらく初海岸も賑わってんじゃないかなということで、また今日もね、僕は仕事でしたけど、仕事帰りの、おーいますね、うん、ツーリングということでね、初海岸に来ています。来ました。さて、おお多いね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11台止めてる。草、え、なんか整髪料乗りました。11台ほど止めてましたね。はい、ということで今日も京都で初海岸を流したいと思います。気持ちいい。いや、 やっぱ日曜日のね、この天気だったらね、皆さん走りに行きますよね、もちろん。で、福岡の方が、もうあさって、火曜日、水曜日ぐらいから、どうもね、雨がね、連続して、連日雨模様という感じですので、まあ今日がね、もしかしたら、ここ最近では最後の晴天になるんじゃないかなということで、走っております。はい、ですね、今日は、先日ですね、動画を上げました。ZX25R 乗りに秘宝というね、動画を上げました。内容の方が吉村が出す、ヘプタフォースというね、ショート缶の、ZX25R 用のマフラー、こちらがどうやらオイルフィルターの交換ができない仕様になってるんじゃないかということで、ちょっとね、25R 乗りの方、に対して、まあ、どうなんだろうというような感じのねつもりで動画を上げたんですけれども、皆さん意外と前向きな方が多く、いや構わずつけますと、コーチに取られてもヘプタホースにしたいというね、もう素晴らしいコメントがね結構多かったです。まあ、逆に僕みたいにちょっとね、できればやっぱり交換できるようにしてほしいという意見もね、ありました。まあどうでしょうね、結果的にやっぱり皆さんつけたいということですね。もうなんだろう、やっぱかっこいいんですよね。かっこいいし、僕の中ではもうマジでもう ZX25R でマフラー変えるのはあれが一択かなってもう本当に思うぐらいに、まあ、皆さんもきっと同じ思いなんでしょうね。はい、そんな感じでね、皆さんはまあ、まあそういうふうに問題があったとしてもまあつけたいという感じの、意見が非常に、多く見受けられました。なんだか嬉しいですね。はい、まあ、それでちょっとねどうしようかなって思われてる方もねきっといらっしゃると思います。で、僕もねちょっとね腹を決めようと思って、まあ、オイル交換というかオイルフィルター交換のたんびにマフラーをね脱着しないといけないのであれば、もうそのマフラーの脱着もね自分でやっちゃおうと、やれるようになりたいというね、まあ、皆さんの意見を見てるとね、まあ、そんなに頻度が間隔が短いものでもないし、そんなに難しいものでもないですよということでね、割と後押ししてくださるコメントが非常に多かったので、もう僕もちょっと腹くくって、マフラーの、ね、脱着ぐらいはできるようになろうかなというか、もうなりたいですね。なりますなります、うん、なって、で、まあ、オイルフィルターの交換の際にはねちょっと自分でペペッとね脱着できるように、なれるようにね、前向きに考えております。ただね、そうなってくるともうじゃあマフラーショップに頼まなくてもいいんじゃねっていう、気持ちが出てきました。まあ、要は吉村さんのオンラインショップからもう直接、注文して、で物が届いたら自分でつけるというようなね、こともね、まあ要はできなきゃね、意味ないですから、まあ、ちょっとそういう風にしてみようかなとちょっと今ね、考えております。はい、
まあそんな感じでね、前向きに考えますというね、動画でございます。はい、ただ1点だけちょっと気になることがありまして、僕もしそのヘプタホースが発売決定しましたら、やっぱり皆様に先駆けてね、マフラー交換したいなと思ってるんですよ。まあその要は実験台と実験台になって、後発でねちょっとどうかなと様子を見て、見られてる方の、まあ、参考になればいいかなということで、ちょっとね、まあ、発売と同時に、注文、まあ、予約か注文かしようと考えておりますので、そうなった場合は、まあ、もちろん今度ね自分でつける可能性が非常に今高いです。ショップに頼みたいところなんですよね。でその気になる点、気になることって何かと言いますと、競技用のヘプタフォースが6月中旬と言われてるんですよね。はい、来月の、まあ、中旬、来月中には発売かなっていう。で問題はその JMCA 対応のやつ、こちらがですね、もしかしたらそのさらに1ヶ月後、もしかして7月とかになった場合にクソ暑いじゃないですか、夏場本場ですよね。で今年はもうすでに暑いんですよね。まだ4月、5月だというのに、まだ5月だというのにまだもう暑いという感じですので、まあ、ちょっと7月8月になってくると暑さがとんでもねえんじゃねえかなと思ってるわけですよ。そうなった時に、自分でマフラーをつけますとなった場合、これはやべえんじゃねえかなと。まあ、もちろんね炎天下の中ね作業するのはそれなりの覚悟はいるんですが、僕はその暑さよりももっと嫌なことがあって、そうなんです、僕のねうちのね庭にはね蚊が大量にいるんですよ。もうね蚊、もう僕ハエと蚊が、あとゴキブリが大嫌いなんで、それ蚊でね相当苦しむんじゃないかなと、ちょっと今ね不安になってます。まあもちろんねその籠時でね、そのマフラーの取り付けをね、先延ばしにしたくないっていうのもありますし、で暑い思いして蚊に刺されてやるぐらいなら、いあの取り付けだけはショップに頼んでもいいかなとかね、ちょっとその横島なね甘えもあるんですけれども、まあどっちにするにせよ、ありがとうございます。カフェかな Z ですね今のは。いやいただきました。はい、うん、そういう感じでちょっとねマフラー取り付けは、あのマフラーの脱着は前向きに自分でできるように、なりたいということでね、今考えてはいるんですが、ちょっと夏発売でしょうからね、おそらくでしょうから、ちょっとねそこが気になっているところではあります。まあ何にせよねやっぱり自分でつけれるようにということで考えてますから、まあそんな感じで、まあ、できたら、夏場でしょうね多分。まあ暑いの我慢して、で蚊はねもうあの殺虫剤とかそういうので対策して、自分のねあのテントガレージで中の工具入れとかああいうのをね出してしまえば中で作業できると思いますので、まあ、ちょっとね挑戦したいなと思ってます。前回の動画でね、結構やっぱり皆さんそんな構えることじゃないよっていうねご意見が非常に多かったので、まあ、ちょっと僕もね気楽にねやっていこうかなと思ってます。そしてねあのちょっとあの所定様子見勢の皆様に、ねヘプタフォースがどんな感じかっていうのをねお届けできたらなと思ってますので、はい、スタートダッシュでつけられる方かなり多いと思うので、まあ品薄になってね、売り切れ必至じゃないかなと思ってますのでね、なるだけ早く僕もね、注文できるようにね、目を光らせたいなという感じでございます。今日はそのマフラーのね、件でちょっと自分で脱着頑張るぞというね、決意表明といいますか動画でございました。はい、ということで以上、みそのひでございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。